お願いいたします。それではまずは一言ずつご挨拶を頂戴いたします。ではまずは主演一子を演じられました八千草香織さん、どうぞセンターのマイクの方でお願いいたします。皆様こんにちは。一子を演じさせていただきました八千草香織でございます。今日はたくさんの皆様に来ていただいて、すごく嬉しいです。初日っていうのはなんか皆様が来てくださるかなっていう、そして初めて見ていただくっていう、なんかそういう、興奮でドキドキするんですけれども、またちゃんと楽しんでいただけるかなっていうちょっと心配があって、初日っていうのはいつもドキドキさせられるもんです。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。続きまして、一子の息子進む役を演じられました風間徹さん、お願いいたします。皆さんどうです。皆さん今日は本当にありがとうございます。こうやって来ていただけることが、一番嬉しいです。今回のこの映画はとっても不思議な雰囲気で、素敵な時間の中に舞い込むような映画になっていると思うので、存分に楽しんでいただけたらと思います。今日は本当にありがとうございます。どうもありがとうございます。続きまして、カフェオペラのマスター岸辺一徳さん、お願いいたします。あげますか、ちょっと。これでいいですね。恐れ入ります。ありがとうございます。これで大丈夫ですね。恐れ入ります。すいません、前から見て大丈夫ですよ。今日はありがとうございます。ゆずりはの頃、ちょっと僕にとっては特別な映画でして、監督は岡本喜八さんの奥様、喜八監督の時にはプロデューサーとして、何作も一緒に、作品を一緒にやってきました。初めて、映画を自分が監督をすると聞いた時に本当に嬉しかったです。八千草香織さんを主役でやるって聞いて、僕は八千草さんとはテレビでは親子を何回かやりまして、ただ映画で一緒になかなか一緒に出られるってことはなかったんで、やっとその念願が叶いました。本当に素晴らしい映画に出られて、僕は嬉しいっていう気持ちがもう今日はすごいいっぱいなんですけれども、もう一つ特別なことは、この岩波ホールっていうところが、僕もたくさんいろんな映画をやりましたけれども、初めてこの劇場で公開になりまして、俳優にとっては特別なステータスの場所なんで、それもすごく嬉しいです。こんなにたくさんの人に来ていただいて、本当に嬉しいです。監督にも、よかったなと本当に思います。ありがとうございます。またよろしくお願いします。どうもありがとうございます。続きまして、大学生の主人の坂直政さん、ご挨拶お願いいたします。どうも皆様、土曜日の大切な時間を、ゆずり派の頃に来ていただいてありがとうございます。私もいろいろ映画出ましたが、この岩波ホールで公開するような映画に出たことがないので、ただ一徳お兄さんが、おい武坂、ちゃんとしちゃ格好してこいよと、そこらのお前映画 の舞台挨拶と違うぞと言われ、あ、分かりました、じゃあもうこの間生まれて初めて作ったオーダーの背広を着ていきますって言って今日着てきたんですけど、暑くてもう中ワイシャツ汗びっしょりになっちゃって、もうでもこれ初号を一徳さんと拝見したんですけども、八千草さんのお芝居にもなんか最後の方でいい、まあ、言うといけないんですけども、泣いてしまいまして、初号で、ああいい映画だな、今の日本映画すぐ人が死んだりなんかこう色恋沙汰のなんか変な風になっちゃいますけど、とってもなんかこうゆったりした大人の時間が流れてる素晴らしい映画だと思うので、ぜひ今日はご覧になった暁には、ご近所のお友達とか、ご親戚とか皆様に口コミでぜひ、お伝えしていただきたいと思います。本日はお忙しいところありがとうございました。